今日はグロキルの第二回目として堀義人さんにお話を伺います。堀さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。百の行動は日本のビジョンを描くということをご説明しましたが、組織の中で重要なことはビジョンに加えて理念があります。ビジョンというのは方向性を作ると、一方では理念というものはこれは組織における価値観を示しています。で今回の百の行動においては。 1> 第一回目として、理念に対してご説明をしたいと思っています。五つありますので、一個一個ご説明します。一、自由、自立、自己責任。国民一人一人が政府に頼らず自立し、助け合い。年長者の知恵を生かしながらも。若者がやる気と希望を持てる。頑張った人が報われる国を作る。キーワードは自由と自己責任。これ好きな言葉なんですが。自由があると、従って責任があると。 責任がなければ自由を享受できない自由と自己責任を重んじながら自立独立自の精神を持って進めていくということと頑張った人間が報われる若者が揺る気出すんだそういう社会が作れたらいいと考えています二、創造と変革による経済成長規制緩和を徹底的に進め新規参入を促し 資本主義市場主義にのっとりベンチャーやイノベーションによる民間活力を最大限に発揮させ新陳代謝が行われるバイタリティ溢れる国とする基本的な考え方は資本主義と市場主義この二つを明確に描きながらさらにはベンチャーとかイノベーションを中心として経済の活性化を図っていくというそういった考え方が重要だと考えています三、はい、行政の効率化と財政再建 変化を先取りし政府・地方組織の変革を行い IT を活用しながら小さくて効率的で信頼される行政を行い財政に規律を維持し子孫に負担をかけない国とする現在1000兆円にも及ぶ負債を抱えていてそれを子孫の代に僕らが押し付けようと考えているとこれではいけないと思うんですね僕ら自身が行政を小さくて効率的なものにして 財政規律を維持しながらその結果としてその負債を減らしていくという努力をしなければならないと考えています四教育科学技術文化立国教育を強化することにより世界で活躍できる人材を輩出するとともに世界から人物金知恵を呼び込み世界を科学技術文化面でリードする国とする日本は資源がない国とずっと学んできましたが 最も重要な資源がありますそれは人的資源ですその人的資源が生み出す教育さらには科学技術そして文化面この3つを強化していくとそのためには人物の金を含めて世界との交流をオープンにしてで日本がそういったもので先進的なものを作り上げていって世界に発信をしていくとそういった国を目指すべきだと私は考えています。国国際社会への積極的な貢献国防 外交、ODA を戦略的に行い国際機関や会議にも積極的に参画し世界を取り巻く諸問題にも関わり世界中から信頼を得て世界の平和とと繁栄にに積極的に貢献する国となる国な今北朝鮮が核武装をしているんじゃないかとそしてロケットを持っているという現状があるとさらに尖閣諸島において中国との緊張関係が悪化しているという現状があるわけですがその中において日本としては 平和を重んじていく必要性があると平和を重んじていくためには日本を強くしなきゃならないんですね。日本を強くするっていうことは国防的にも外交的にも諸外国との関係性における ODA という関係さらには国際会議における存在感を発揮する主張する外交とかそして多くの国々との関係性をよくして世界全体の平和に寄与していくということを明確な方向性と出してそして日本という国が平和的にも経済的にも さらには財政的にも理念的にもですねそして科学技術文化教育面でも良くなっていくんだとそういった方向性価値観を作り上げて次からは具体的な望むことということをご説明したいと考えています。堀さんありがとうございました